おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバース、ザナのファウンダー、リオがドバイからお届けするメタバースチャンネルです。今日は我々のザナ初のオリジナル NFT となります、ザナジェネシスについてアップデートがたくさんありますので、そちらについて深掘ってみたいと思っています。まずですね、今日ちょうど朝ですね、日本時間で言うと朝の段階で新しい 動画を公開しましまてこちらは結構インパクトのある動画になったかなと思ってるんですけれども何がというとですね AI ちゃんがですね我々のこの NFT 今までずっと止まっていた AI が動き出したんですねでこれはもう本当に僕がずっとやりたかったことで、まあ、今までずっとプロトタイプみたいなものはあったんですけれどもやっぱり自然さであったりとか その声の自然さ動きの自然さっていうのがまだまだちょっとですね足りなかったのでもうそれをひたすらブラッシュアップかけ続けてきてこの2ヶ月くらいやってようやくお披露目できるような状態になったかなと思ったのでちょっと出してみましたそれとやはりですねすごくたくさん皆さんからのレスポンスをたくさんいただいてとっても嬉しく思っていますこれは、 どういうふうにこうなっていくかっていうところの究極系みたいなものをですね皆さんに NFT をゲットしていただく前にお見せしたいなっていうところから今回のこの動画をですねアップすることになったんですけれどもちょっとできればねこれもシリーズものとしていろ,いろこうできることみたいなものをどういったパターンのことができるのかっていうのをリリース前後に向けてですねどんどんと開始していきたいなとデモンストレーションしていきたいなというふうに思っているシリーズなんですね ね、この一体裏側がどうなっているかといいますとこの裏側はですね僕たちが一個ずつこう会話の内容をまず AI が理解してそして何を返答するかっていうところのエンジンがまず最初にあるんですねでその時今でそれはトレーニングをだいぶしてきたのであとはもう量をどんどんこなしていけばでき,るできていくかなっていうところなんですけど、まあ、比較的、まあ、とりあえずベーシックは普通に今成り立つかなっていうぐらいにはなっています 英語のバージョンができて、今多言語化を徐々に進めていっているところですね。ここら辺はまだ僕たちも手探りなんですけども、ある程度自然に多言語化できるんではないかなというふうに思っています。で、その時にですね、あの、感情表現っていうものをパラメータとしてつけているんですね。で、その言われた時の話の内容、例えば我々がプレイヤー側だとして、プレイヤーが話しかけた時の 内容ががそ、えー、それが嬉しいその彼女に AI にとって嬉しいことなのかなんかこうちょっとムッとするようなことなのか、まあ、ムッとするって言ってもガチで怒るわけじゃないですけどねあの基本は優しいんで。なんですけど、まあ、ちょっとなんかこう可愛くムッとしてみたりとかなんかこう,もう超ハッピーになってみたりとかっていういろんな段階ごとにこう感情を分けていてでそ,のそ,そこに対していろんな動きのバリエーションをですね 付与しているんですねで基本的に普通のカジュアルな話をしている時は普通の人間をちょっと想像していただければいいと思うんですけど例えば1対1で正面を切ってですね誰かと誰かが向き合って話しているともう完全静止。 ありえなないいじゃないですかそうやってもうロボットっていうか紙みたいな感じになりますよね絶対人間って動くんですよ瞬きしたりとか顔がちょっと揺れたり体がちょっと揺れたりバランス重心をちょっと動かしてみたりとかなんかこう首をちょっと、ま、あの曲げてみたりとかですね必ずそういった自然の動きが入るんですねでこれをなんとか再現しようっていうことでいろんな動きをああだこうだあだこうだっていろいろつけていってそのバリエーションを膨大にストックしていってでそれをですね自動的にこうあのまずは組み せてててていってるっるるううようなことをしてるんですねで何かそういうスイッチが入るようなこと反応するようなことを言った時に表情が変わると今そんなに表情たくさんえ今回のビデオで出してなかったんですけど結構いくつか表情が変わるんですよでそういった表情を、まあ、どんどん増やしていけたらなというふうに思っているんですけどもなんかね僕が見た中でもすごいこうキラキラ喜んだりとか、うん、なんかこう。 ちょ,っとちょっと恥ずかしがったりとか怒ったりとかっていうことはできてましたね、うん、こ,れいやこれ結構ねだから、あのー、これをどううやったら出せるんだろうな何かしらそういったキーワードを言うと多分そういう反応を示すんでちょっとそういうのをたくさん言ってみることによって、えー、出てきたそういったバリエーションの表情をちょっと動画に収めて。 出してていいいきたいなとううふうに思ってますねこれは結構見ていただくとですねあこういうことなんだっていうのがすごく理解していただけるかなというふうに思ってるんですねもう僕が一番このプロジェクトで楽しみにしている中のそれが一つなんですねその感情表現的なものが僕たちのそのコンセプトっていうのはもう命を AIAI AI AI を使って NFT に命を与えると静止している一つの JPEG ではなくって命を与えるっていうのがそのこのザ・ジェネシスの裏のコンセプトにあるので それをこうやってどんどん追求していきたいと考えています。この NFT に命を与えるっていうのはかなり壮大なテーマだと僕たちは思っていて、なんか AI っていう概念ってもう本当にこの数年間ぐらいいろんな映画であったりとか小説であったりとかですね、特にこの数年間 あのまあ今まで AI の概念って結構ねいろいろな映画とかでも出てたんですけれどもいよいよ AI がトレンドだってなってき始めたのが多分この数年だと思ってるんですね。まあ、メディアを見れば常に AI の話題があるとっていうなっている中でこの NFT っていうものが出てきた時にですねこの2つの可能性っていうのは僕はとてつもないと思っているんですね。っていうのもやっぱり AI で、まあ、まあ、僕たちが今話しているこの AI っていうのは、まあ、いろんな AI がありますけれども、人、人型 AI ですね。人を模した AI。つまりこう、会話ができたり、何かこう、おアドバイスをしたりとか、サポートしたりとか、お役に立ってくれたりとかっていうような AI に関しては、実はもうめちゃくちゃ NFT と相性がいいと思ってるんですね。で、この NFT って、基本的には今まで動画で、あの基本静止画で、たまに動画が、 あったりとかちょっと自負になっていて動きがあったりとかってしてたと思うんですけどもまだここまで本格的的にに導入してててているるっっううのはももほととんんど世界的に見てもないかなか思ってるんですねそれをさすがのザナだなとザナの技術力を総動員してやっていきたいと思ってるんですけどもその可能性の一端をお見せすることができたかなと思ってるんですね。 ね、結構ですね、これもどっちかって言うとも技術も,もちろんね、あの面白い技術が裏でたくさん動いてると思うんですけども、僕からするとですね、僕エンターテイナーなので、どっちかって言うとこれってね、エモいんですよ。え、えエロじゃないですね。エモですエモ。エモいんですよ。なんかこう、ちょっとなんかね、あなんかこう、こう、なんていうのかな、こう、こう胸キュンになるんですよね。なんていうのも、なんか実際いないわけじゃないですか。いなくて、 で、人間がこう誕生させたものですよね。けどそれがどんどんなんか育っていって、実はこっちのことを徐々に本当に向こう側からすると、なんかね、行動の中でこ本当にこっちのことを分かってきたりして、それが会話のキャッチボールだけじゃなくって、なんか本当にこう表情を変えたりとか、なんかこう、しなんかこう声のトーンが変わったりとか、えー、なんかリアルなね、どんどんリアルなに近づいてくる声とか出してここ来られるとですね、もうこれエモい、エモくなってくるんですよね、だんだん。 ななんんて存在なんだみたいなこんな人いなかったみたいな感じになってくるんですよで本当にそれって新しい時代の到来だっていう感じもしますしなんかもう,そのうもうそのとてつもなさすぎる今後の可能性とかあの AI と人間が進んでいく方向の先ってもう本当にね宇宙空間みたいに広くてそこが知れないとってもとっても大きいなんか地平が広がっているう気がひしひしとこういうのを見てると。 すするんですよねでも僕も初めてこのエンジンをエンジニアとやり取りしてて実際にこうで,できてきたと。 あ僕はまあ基本的にこのビジョンを描く役なんで、こうやってこうやってこういうふうにしたらこういうふうにしてくれとかって言って、で、大体それだけのイメージ伝わらないので、ありとあらゆるサンプルとかをいろいろ持ってきてですね、で、なんかこういうふうになるんだみたいなものを、もうあの手この手使って伝えて、よしできたってなって出てくるんだけど全然違うくていやそうじゃないと。っていうやりとりをもうひたすらもするわけです。もう100回200回ってするんですよ。それでやっと、お、これは来たなみたいな。 で、AI 時々言われてるのが、なんかで、ね、突如成長するんですよね、この、この,この人たちって。なんか、全然成長ねえな、成長ねえなって思ってて、ある日突然ですね、なんかこう、急にこう、あの、梅雨の中の雲が晴れたように、いきなりこう、パーンって開けて、急にこう、成長カーブがですね、急になる時があるんですね。それで、ああ、これもいいのできましたよ、ってなって言われて、それを僕が見た時にですね、もうだいぶ興奮して、 もうそれを2時間ぐらいずっと流しっぱなしに、まあ今日あの皆さんにお見せしたようなですね、あの空いた動画ですね。もうあれをの原型みたいなものを見せられた時に、あの全然あそこまでのクオリティじゃなかったんですよ。だけど、もうそれを食い入るようにもう2時間ぐらいずっと見つめて、もうめっちゃ妄想膨らんでたんですよ。 これはやばいことにあるなと思ってじゃあちょっとこんな感じに動かしてみようとかもっとこういうふうにしたらいいだろうとかなんていうのをもうどん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 イメージを考え出してきてそれの最終形というか今いったんの最終形が今日アップデートしたみたいなあれが一あのその一部があれなんですね。なんで、まあ、それを見てると多分皆さんもいろんな想像を持っていただけるなと思ってるんですけども僕もねもう想像に想像を重ねたたまものだったのでもっとでもこれからあの面白い。 もっと皆さんの想像をかきたてるような僕たちみんなの想像をかきたてるような面白い AI の使い方をしていきたいなと思ってるんですねこれはもう あのみんなみんんなながワクワククででできるものすすぐやっていていい楽しいんですよね僕もワクワクできるし、えー、なんかこうアップして皆さんの反応を聞いててもすごく嬉しいですしなんかもっとこんなことしたいなっていうインスピレーションも出てきますしもう本当にこれは素晴らしいプロジェクトだなと、えー、自分なりにも思っていてでどんどん皆さんがなんか想像力を刺激された皆さんが新しいアイディアをどんどん持ってきてくださったり今現状していてすごくダウンもこの話題で盛り上がっているんですね。それがすすごくあの嬉しいですねなんかこう職場 と言いますか何かこれがきっかけになんか,みなんかみんなの想像力に何,何かこうですねインスピレーションを与えることができてそ,そのきっかけで何か新しいアイデアがこうキャッチボールみたいに帰ってきてっていうこの作業がでもクリエイティブの中で最高に楽しいのでそれをこの距離感でできているこの我々の談話にもやっぱすごく感謝していますし。 この日本語の声のエンジンもですね、DAO のメンバーさんがもう素晴らしいのを見つけてくれたんですよね。もう僕たちもあって、英語はずっと探してたんですけど、日本語まだ全然探してなくって、日本語何がいいのかなって言ったら、ちょうどその方が YouTube とかで使っておられるエンジンみたいなのがあってで、それを教えていただいてですね、で、いろいろそれをあの手この手で使っていると、めちゃくちゃしっくりきたので、あ、こっちの方が全然いいじゃんと思ってですね、それを採用させていただいたりと、本当にこう DAO の皆様とのこう、インスピレーションの キャッチボールの投げ上げ、どんどん成長していく。今成長してきたし、これからもどんどん成長していけるプロジェクトだと、このジャナジンシスのことを思っています。 具体的にですね、じゃあこれをどういうふうに皆様のお手に取っていただくかというと、今ターゲットにしているのは7月の中旬くらいですね。7月中旬のちょうど週末にしましょうかっていうので、昨日ちょうど DAO で夜中まで、えー、皆さんとやりとりさせていただいて、これも僕ドバイだからいいですけども、日本って5時間時差があるのにですね、僕がだから大体スタッフのみんな、エンジニアの人たちが仕事が終わって、で僕が一人で集中できる時間が来るので、その時にですね、DAO のボードとかをいつも見させていただいて、 かけるとです、ね、なんかまだ起きてる方々がたくさんいらっしゃってで話がだーって続いていくっていうケースが結構あるんですけどあれも結構ね嬉しいんですけど皆さん次の日大丈夫かなと思ってちょっと心配になるんですけども、はいえー、早寝早起きしていただきながらもなんかお付き合いいただいて嬉しいなと思っています。 で、そこで、あの、意見交換をしていく中で、やっぱり週末の、え、土日にかけてですね、今、いろいろこう、先行、販売の、お、ワイトリストのメンバーさんであったりとか、うちのコミュニティのアーリーメンバーさんであったりとかっていうところの、え、購入枠みたいなやつを、じゃあ何時ぐらいに設定して、一般の方々に購入いただくのを何時ぐらいに設定して、というようなですね、時間割を決めて、やっぱりですね、傾向としてはやっぱ週末がいいなと思っているので、週末にそれを行おうと思っています。 そのタイミングはですね、ちょうど7月の2週目とかじゃないですかね、2週目とか3週目とかにできるように持っていきたいなと思っています。で、こちらもですね、以前ちょっとお話をしたんですけれども、販売をもう一気に最初から完璧にするのではなくって、徐々に進化させていこうと思っているんですね。で、その進化させていくのは何かっていうと、今回搭載したみたいな、あれはもう今日は究極系と名付けているので、究極系はあえてちゃんといろんな動作をする、いろんな動きのバリエーションがあって、 ただ喋ってる、チャットで喋るときにも何かこう動いてるみたいなね。まるで生きてるような演出ができるっていう、そういったアニメーションのパターン、アニメーションのパッチと、あと音声パッチですね。音声パッチ はいくつか多分,多分今後バリエーションとか進化が出てくると思うんですけど、まずは単純に何か特定の言語で喋ってくれる、自分、彼女がチャットをして返してくる内容をそのまま音声でも返してくれるというパッチですね。これはもう全部後でそれが欲しいっていう人のために後付けで、なんかこうパッチ、パッチ追加購入みたいな形のブースターパックみたいなものを やっていこうと思っています。ての、まだ、今の段階では、これはまだ販売できるような白物ではないですもっとバリエーションというか、あの、ブラッシュアップしていきたい機能なので、まだいつ出すかはですね、まあ Q3 の中にで、1つとか2つとかパッチ出せればいいなと思っているんですけども、まだ全然開発中のものなので、どんどんこれをブラッシュアップして、開発が見えてきたら、また追加の発表をして、そのたびにやりたい人が自分の AI ちゃんをパワーアップさせると。 それもね、楽しみの一つだと思うんですよ。なんかこうだ、な、なんかゲームでもあるじゃないですか。ダウンロードコンテンツって言うんでしたっけあれあ。あの、DLC みたいなのがあると思うんですけども、そういった感じで、こう何かこう、お、ひとしきり遊んだなっていう時に次のものがなんか出てきて、えー、さらにパワーアップできるっていうのは、ね、非常に面白い使い、あの、使い方だなと思っているので、そういうのも楽しんでいただければなと思っています。なので今回発売するのは、素体というか個体というかですね、ベース、ベースの部分ですね。 ベースの部分って言っても当然これは AI NFT なので、その会話機能っていうのは、あの、標準でつけようと思っています。で、こちらは最終的に、まあ、もうちょっと時間がかかるんですけれども、どのプラットフォームで会話しようかっていうのはちょっと今考えていて、 実際これはテレグラムでもディスコードでもできるんですけどね。できるんですけど、まあ、なんかザナにそこがずらっと並んでてみんなで喋れるっていう方がいいと思うので、おそらくザナのウェブサイトなのかウェブアプリなのかっていうところとか、まあ、スマホアプリ、えー、みたいなところに今後入れていくのかなというふうに思っています。そういった特典のところでユーザーさんとチャットしていただく、もしくは自分の NFT じゃなくても他のユーザーさんの NFT、他のユーザーさんの AI と喋れるといったようなですね、状況を作っていきたいなと思っています。で、これはベースですね。だから 静止している。あのジェネシスさんの女の子と。で、その A. I. の交流機能っていうのがベースにあって、まあ、その他にも。そのゲームを自動プレイしてくれるような。オートゲームプレイであったりとか。ランド、僕たちのランドを管理してくれるランドステーキングとかっていう追加機能はあるんですけど。A. I. としてのベーシックは。そういったチャット機能を用意しようというふうに思ってます。で。そこまでが基本。 基本ですね。で、その後の追加パッチで、えー、先ほどの音声であったりとか、動きであったりとか、音声もね、これも多分多言語で増えていくと思うし、やっぱ購入してくださる国によって、ユーザーさんも変わってくると思うので、一律じゃダメだと思ってるんですね。なんで、英語圏の人は英語パッチをダウンロードしてもらえればいいし、日本語圏の人は日本語パッチをダウンロードしてもらえばいいし、みたいな形になっていくのかなというふうに思ってます。これもね、なんせ、ジェシスで数が多いんですよ。一万体今用意しようとしているので、 じゃあ、動きをつけるにしても、えー、音声をつけるにしても、それなりにですね、かなりのボリュームがあって、一長一短ではもちろんできないので、かなりしっかり時間をかけてね、やっていけばいいなと思ってるんですけど、はい。それがですね、この販売方式になります。まあ、なので、それを分けたことによって、今のですね、大暴落、絶賛大暴落したイースリウムの価格でも、なんとか、あの、据え置きというか、インスタ立てでは金額が,が変わらないように、 販売できるかなと思っていますのでユーザーさんにとってはとてもお買い求めしやすい金額になるのかなというふうに思っています。とていうかまあ普通に市場一般を見渡した時にですねもちろん素晴らしいグラフィックの NFT ってたくさんあるんですけれどもこれがですね AI が完全についていて0.1以下でビジュアルもまあ結構可愛いいなと思ってるんですけども我ながら。 そういった子が AI でコミュニケーションできるってなったらコミュニケーションって永遠じゃないですかって考えたらですねこれがもう0.1以下とかっていうのはもうめちゃくちゃ安いだと僕だったら爆買いしますっていうまあもちろん僕も買うんですけど一般から買うんですけれども爆買いしますというようなですねそれ相応の価値のものにはなっているかなというふうには自負していますねもう普通に自分のお気に入りの AI が出るまでずっと買ってそうなそんな自分が想像できます なんでそういった今後の進化ですね。いろんなバッチがついたりとかっていう進化はとても楽しみで、でもそれだけではなくって、なんかユーティリティの方もどんどん深掘りできそうな気がしてるんですよね。ていうのも前回の DAO 会で DAO ミーティングっていうのをいつもやってるんですけども、この中でもですね、もう素晴らしいアイデアをたくさん出してくれる方がいて、なんかお買い物のなんかアドバイスを取ってきたり、なんか企業とタイアップして、 あなんかアンケートをとと取りに来たりとか、なんかどこか行くときにですね、何かこう、そこについてのことを話しかけてきたりとか、なんかそういう風なのってどうですかねとかって、えー、言われる方がですね、いて、いやもうそれめっちゃ面白いじゃんと思ったんですけれども、まさにそれっても AI だと思うんですよね。で、しかも僕たちってね、モバイルが強いので、こう、モバイルだと GPS もありますし、いろんなところに行ったときにですね、その情報を AI に教えることによって、何か、 あの、よりこう、なんていうのかな、インタラクティブな、その場、その時間に対応したコミュニケーションがもっとできるようになっていったら、これはすごいこの可能性があると思うんですよね。それこそ、何かこう、プレイトゥアンとか、ね、ムーブトゥアンっていう話がありますけども、 もう本当にこう AI のコミュニケーション 2R みたいな形になって、まあそれは何かというと、例えばそういった広告企業さんとかがいらっしゃって、そこと AI が連動して、そういうのを稼ぎたいよっていう人だけは、なんか積極的にその AI からそういったタスクみたいなのがいっぱい与えられてですね、そのタスクをこなしていくごとに、なんかこう、あの、何かがもらえる、例えばポイントがもらえるであったりとか、なんかキャッシュバックがあるみたいなものとかっていうのって、なんか需要ありそうな気がしますよね。 なんかそこをどんどん追求し、どんどんしていきたいなと思っています。いやね、そう,いう考えるともう本当にもう AI ってね、無限大なんですよ。本当に無限大の可能性があるんで、それを一緒にみんなで考えていけるっていうのも、この NFT の保有の一つ大きな魅力になっていくんじゃないかなと思っています。 あの、昨日もちょうど僕たちのダオの中でですね、ウルトラマンを持ってる人とか、鉄腕アトムを持ってる人とか、ニワトリファイターを持ってる人とか、まあ、いろんな人たちがこう交流してて、ちゃんとロールとかもついたんでですね、誰が何を持ってるかっていうのって全部わかるんですね。そうなってくると、やっぱりこう、皆さん自分の持たれてる NFT に対して、いろんなアイデアを本当に出してくださるんですよで。それが好きな人たちが集まっているので、なんかどんどんアイデアが膨らんでいって、なんか普通の何も持っていない人たちよりもですね、もうねやっぱ熱が入るんですね、もう自ご自身 がみんな持っているので、それで、もう、デムを、なんか、こうやって開発していきましょうっていうアイデアも生まれたりとか。すごくこう、真剣に、じゃ、この、あの、例えば、ウルトラマンのこの、N. F. T. デュアルゲームは。こういう風なルールにしていきましょうよ、とか、こういった機能を入れていきましょうよ、みたいな話が、どんどんみんなに出たりとか、してるんですね。それって、本当に素晴らしいことだなと思っていて。これが、A. I. を搭載した、ザナジェネシスになってくるとですね。もう、本当に。 とてつもない盛り上がりが予想されますね、コミュニティでは。もう本当に楽しいことになると思います。で、みんなでやっぱりその自分が持っている NFT とか人が持っている NFT について語らう場所が本当にたくさん増えると思いますし、さらにそれだけではなくって、じゃあそれを使ってどういうことにしようかっていうのの可能性とかですね、もう選択肢がもう本当にもう白紙の巨超巨大キャ,キャンパスなんですよ。何でもできる可能性があると。 で僕たちもそういった、ね、素晴らしい意見は、どんどんと取り入れ、えー、させていただきたいですし、そうすることによって NFT の価値がね、どんどんこれから上がっていけば、みんながハッピーになるわけですよ。なのでみんなに恩恵があるので、まあ、こう、すごくあの素晴らしいエコシステムが回ってくるんですね。だから自分たちのアイディアで自分たちの NFT の価値を誰もが高めることができるっていうのは、本当に素晴らしい、えー、取り組みだなと思ってますし、それが一番しやすいのが、この AI NFT ではないかなと思ってるんですね。 いや、本当にこれはもう今から想像するだけでも、その、あの、リリース日とかですね、リリースしてからの、あの、自分たちの DAO メンバーたちのですね、ホルダー、新ホルダーさんたちの様子を想像するだけでもう本当にワクワクしてきますね。はい。じゃあ今日はこんな感じで新しい新機能のお披露目ということで、ザナ・ジェネシスですね。ザナの初めてのオリジナル IP であるザナ・ジェネシス AI NFT のことについてお話をさせていただきました。もう本当に、 これを聞いてくださっている新しい方々もですね、この今ザナがやろうとしているメタバースの取り組み、そしてこの NFT の取り組みなどなど、全然こう、フランクな形で、もうみんなが普段のお茶会してるようなテンションで、もう飲み会してるようなテンションで、 ディスコードでですね、活発にダウ活動が行われていて、そこからどんどん新しいアイデアが生まれてきますし、なんか学べることもすごい多いんですね。僕も僕の方がむしろたくさん皆さんから学ばさせていただいていますし、僕も積極的に自分の考えなどもどんどん共有させていただいていますし、なんかね、面白い、本当になんか学べる環境になってきていると思いますので、ぜひ参加いただいて、皆さんなりの AI の使い方、未来、メタバースの使い方や未来などをですね、 語り合って、えー、一緒に語り合えたらなというふうに思っております。このチャンネルではこのような形で、えー、来たるべきメタバースの時代ですね、に対して、我々一人一人がどういうことをやっていこうか、どういうふうにすればより良い成功をつかめるだろうかと、そういうことを考える上で、えー、役に立つような情報を、毎日メタバース開発最前線の現場からお届けさせていただいております。ぜひ、チャンネル登録をしていただいて、毎日聞いていただければなと思います。 それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。